それではやっていきましょう。コンバージョン2戦目か3戦目かのどっちかになってる予定です。こちらのデッキは、新しいアンコモン格煙を使った、6枚デッキ、この計略ですね。式12から打つと武力プラス4が19カウントという感じですね。全バージョンで大流行した SR しばし、式7で武力プラス5が、17カウントっていう感じなんですけど、それに近い性能を式6でやってくれるというところで、式12から打つ必要があるんですけど、最大効果を得るには。ただそういったポテンシャルを持っているカード、しかも本人が武力8騎馬であるために、他の部隊がある程度スペック妥協したカードも入れることができる、そういう強みもあるので、藁にしたり、他の部隊を裏の手になる計略に強力な計略を入れたりとかができそうですね。相手は、覚醒デッキなので、開幕はできることなら内乱は取りたいところ。序盤リード取って守りきるの展開、覚醒デッキ相手だともうこれはほぼ必須かなという感じですね。ただ、これはちょっと覚煙が兵力減っちゃったので、ここの内乱が取れるかどうかというところ。巨有を前に出していって制圧2を押し付けていって、敵の部隊の制圧がまだ低いうちならこれで内乱が取れるんじゃないかという感じですね。というところで内乱2発、ここはできることなら覚煙を失いたくないので返していきたい。でここ文英の突撃が菊儀に入ってしまう。これは菊儀を返すためにちょっと円炭は犠牲になってしまいそうで、ここで円炭が撤退。ただ、菊儀の弓もしくは家臣の乱戦で敵のコインが取れそうなので、ここは家臣を投げていきましょう。これで撤退させれましたね。家臣とコインだと舞台の価値が全然違うんで、家臣は計略打つ時以外はあんまりまあそこまで役割のあるカードではないですね。でですね、これをプレイしている時まだ文王の効果と長春花の効果を知らない状態でして、ただボタンで計略効果文王のやつを見たんですけど、どうも覚醒3の時に使う計略っぽいので、できることならなるべくもう中盤あたりでここで式12から計略を打って栄光の式を打ってリード取りに行きたい感じですね。相手は長春花、武力と知力が上がり、騎兵であれば、武力と速度、さらに覚醒ゲージが上がると、騎兵 はプラス2、他の部隊は、いくつ5上がってたかな、武力今見た感じ6が11になってたんで、ぶっちゃけ長春花の計略効果を把握していなくて、加速してくるものと想定してなかったので、ちょっと家臣が突撃をもらう形になっちゃいましたね。というところで一騎打ち。ただ、今までの弱い自分とはお別れをしました。今回は本当にちょっとすごいぐらいに奇跡的ないい一騎打ちできたんで、見ていきましょう。そいそいそいと、さて相手の主力を、兵力を削ることができたので、ここは菊儀の、栄誉の遠い実質指揮後で追撃していきましょう。これでまず文金を撤退させて、コエンも、4部隊で集中砲火すれば落とせるでしょう。ここで長春花の計略効果が切れる。で、こちらは、19カウントなので49カウント前後で発動しているので31カウント前後ですかね、切れるのが。ここで計力が回復した家臣とエンタンが戻ってきて、まずは順受けの向上。
そして巨有の縄文工場。1コス指なので工場力は低めですが、縄文ならまあこれぐらいは削ってくれますという感じですね。でここで相手の文王を、順受けで返したかったんですが、文王を当てにして撤退。ただ文王が結構前に出てきたんで、これここ過信号令打てば文を取れる、もしくは相手の奥義を叩かせれるんじゃないかと思って、過信号令さらに栄養の遠弓を重ねていきたいというところで、相手は増援、これで目的である相手の奥義を打たせる、もしくは文王を取るのどちらかが達成したので、これで役割は十分なんですが、もうこの時点でボタンを押してしまってて発動し、これ正直そろそろカットインが入った時に計略の発動をキャンセルできる機能とかあってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ幸い菊儀は、式実質 0.5 の計略なので、あまりこれは無駄にはならないですね。というところで相手は文を、青、ぶっちゃけ計略効果よく知りません。ただ、ここはもう再起を打つ場面、かつまあできることなら万全の状態で再起を打ちたいので、各園はもう通らば儲けぐらいの突撃をしに行って、まあ、刺さるの覚悟突撃で、ここはもう早めに舞台切っていきましょう。でここの巨有なんですが、撤退させた方が早いので撤退させに行きます。相手もこれをスルーしようと思うと一回舞台が迂回する必要があるので、その分の時間のロスがあるので、これはスルーしづらいかなという感じですね。でここで再起の方で、相手がこの立ち回りをしてきてるんで、文王の計略効果は分かんないんですけど、この立ち回りしてきてるってことは2連打できる計略なんだろうっていう、そんな感じですね。なのでこれは2連打を想定して、巨有で一発突撃を受けて、商用の先導、これはどのみち撤退する計略なので、一回あえて突撃を受けることによって文王の突撃オーラを一回消すことができるので、突撃を受けてから計略発動するっていうのが若干お得ですね。ただ、方向は、家臣の大号令、これで武力マイナス4に加えて武力プラス4が入って、合計で差し引き武力 8の差ができることになりますね。で相手は文王、赤の方は、さっき青が速度上昇でしたね、武力と工場力が上がって、工場術効果がつく号令ですね。武力上昇値は、こちらマイナス4している状態で、3上がっ元の武力より3上がっているので、差し引きで武力プラス7という感じですかね。工場術の号令とは何だったのかというような高い効果で、ここなんですが、文王の突撃を準受けがもろに受けてしまう。相手としたらもうこれ2部隊撤退して、あやばいっていうような状況なので、ここはもう相手がギャンブルしてくるっていうのもまあ、やむなしの場面だったんで、これはもうちょっとそういうところも想定してこちらが立ち回るべきという感じですね。甘えとつどうこうっていうのはもう通した時点で、やられた側のミスなんで、ああいうちょっとほぼ勝ち確みたいな状態でもちょっとああいうまあ気の抜けたプレイングしちゃったんで、これは良くなかったですね。ただ、文王の縄文一発なら工場力の上昇値が何倍か次第なんですが、というところでよく見たらもう効果が切れている。でこれは、もう一発入っても大丈夫そうなんで、このまんま守って勝ちという感じですね。ここまで見ていただきありがとうございました。それでは、コンバージョンも動画、上げていこうと思いますのでよろしくお願いします。それでは失礼します。血で血を洗う戦場へ行きましょう。やるぞ。
るの？金ならある。これで見逃し。冷た空気たまらねえ。ごちゃごちゃ考えてきたら負けんだよ。
まだ慣れるやるぞ。乱世の最後に戦の花咲かせてやるぜ。やるぞ。なんで。お仕事お仕事、始末しなきゃ。